起きた早起きしたけ配信してみる。おはよう、久々の朝じゃん。珍しい。おはよう、みんな。めちゃ寝起き。朝ですよ。おはよう。カラスも鳴いとるわ。みんなおはよう。笑顔ですよ。おはよう。モーニングココアの時間です。6周年コーナーために2週間切りました。タイムキーパーおる。マジか。もう2週間切ったのか。おはよう。めっちゃ寝起き。やばい、目が開いてるかじゃないか。光りすぎてちょっと。東京は雨？そう、雨。明日から元気で焼き元気。なんか夜の眠たい時間、夜の眠い状態よりめっちゃ元気。寝起きいいんですよ、朝からね。元気ない。おはよう。こっちはもうめちゃめちゃ晴れですよ。じゃあもうさ、でも東京とか雨だったらさ、その雨の、あの雨の場所から見てるこの私の配信もめちゃくちゃ晴れだから変な感じじゃね。仕事前の癒し。優しい。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。そっか、一瞬の人もいるね。一瞬のココア。アイスブックのココア見ました。あれちょっとなんか、ま、あの顔面が近くて無言で気まずい時間あるじゃないですか。あれはアイスボックスを頑張って撮ってるところ。おはよう。それじゃあ仕事に戻ります。そっか、頑張ってお仕事。今日お休み。一瞬仕込みしながらこれから毎年乗りよう。朝はね、通勤時間みんなどれぐらいなんですか。その間で見れたりするの配信。おはよう。電波悪い？嘘だ。車で30分ぐらい。ちょっと音声、車だったらちょっとあの画面は見ちゃいけん、音声でしゃ、あの楽しめるぐらいにしとこう。音声で頼めるように。あ、落ちた。音声で楽しめるように。グッドモーニング。グッドモーニング。あ、画質よかった。ちょっと外なんじゃない、画質悪い。お、今通勤中やって。朝なのにめっちゃ優しい。朝なのにめっちゃ可愛いって。あ、これ音声で楽しんでる人が見たくなっちゃうからダメだ。やばい。昨日ね、でもね、夜遅くまで起きてたんですよ。なんでかって言うと、まあ、あの今 STU のメンバーの中で1期生か1期ドラさん、おきみっちゅみひんあたりで、まあ、流行ってるアニメがあって、それを見てたら夜中になって、もう焦った。あ、そう、ブルーロック、ブルーロックです。ももちゃんが昨日ようやく22時以降の配信できるようになりました。眩しい。ももが10時以降。いや、なんかね、私ね、
あんまりその配信がこう10時以降の配信がなんかできる時のことあんま覚えてないけど、なんか逆になんか22時以降だったら毎日配信せんにゃいけんっていう謎の責任に駆られましたね。はい、それから毎日配信してるのが続いてるわけじゃないんですけど続いてる人が言うやつよね、これね。配信続いてる人が言うやつですよね。そう、責任が芽生えて、芽生えた割にそんな続いてない。その頃やったかいね。朝から、朝から新幹線の音がします。あ、救急車だった顔は起きとるし、喋ってることはもうハキハキ喋るんやけど、内容は誤情報が流れてるかも、今みたいなね。お墓か、朝配信なく今日も戦いますわ今日も自分を超えろ、超えて行けだった。ちょっと今ちょっと STU っぽく、 STU っぽく言いたかった。超えて行け。おはよう、おはよう、みんなおはよう。眩しいね、朝こんなに眩しくて。あれね、日ある？はや、今日は何曜日？あ、ダメだ、曜日の話したらね、あ、まだ火曜日、あ、火曜日なんだ、まだ火曜日だとかね、ちょっとね、出勤時間を超えていく。いや、ダメ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 、出勤時間は超えずに配信切ってダメ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 。火曜日ね、大丈夫？曜日認識して大丈夫なタイプですか？まだ火曜日だとかなんない？大丈夫そうですか？眩しすぎて映ってない顔が。週末を迎えたい。広島はいい天気のようだね。すごいいい天気ですよ。代打アシスタント緊張した。そう、土曜日に毎週やってる MBS ラジオのごちゃで須田あかりんさんと、いつもあかりんさんが MC してラジオしてるんですけど、そのあかりんさんの代打をしたんですよ。おはよう。その時は先週なんですけど、めちゃくちゃ緊張しました。メールを読みました。オーラが広い、オーラが広い。私、おはよう。みんなおはよう。そう、有野さんフォローしてくれました。次はこっちの部屋に行くでーって感じで、笑顔ですよ。おはようございます。もう寝起き2分ぐらい。嘘、それからね、この配信始めて時間経ってるかも。結構おはよう。めっちゃ朝みたいな光やな。めっちゃ朝、仕事行ってらっしゃい。後ろ光がさしてる。高校って言わんよね、後ろ光って言うよね。開ハプロ野球開幕まであと3日2日3日ぐらい、どっちだろう、
五行かおはよう、五行です、五行です、五行です、おはよう、五行が指してます、おはよう、行ってきます、行ってらっしゃい、お仕事ファイト、おはよう、おはようございます。そう、ちょっとね、感じがね、おはよう、朝だけまだ暖房つけちゃうなんて、じゃんじゃんじゃらん、朝だけね暖房つけたいの分かる、朝と夜ね、ちょっと寒いもんね、こっち着ようかな、ダンダンダン、うんラジオ体操のさ、体育のテスト一番に突破する系の子だったのに、太陽の光いい感じですか、反射してなかなかね、やばだなし、反射してるんで、でもめちゃめちゃね、こっちみたい、色違いのドラえもんかこの服ヨッシーだから、ちょっと待って、いや、このね、このパジャマがドラえもんだったら相当色あせてますよ、このパジャマ何年着てるんってなるから、ヨッシーですよ、ヨッシーの、ほらヨッシーだから、おはようございます、おはよう、キャメルとキャラメルキャメルとキャラメルの材料を間違えたね、そうだよ、ヨッシーだから、ね、はい、そう、フードかぶってね、これそうなのかな、朝になったらね、フード取れてる、それしたことあるよ、フードかぶってね、ミニ枕でいい、前髪が伸びました、でもなんかどんどん日差しが強くなってるけど、な、大丈夫、え、大丈夫、眩しすぎる、朝なので邪魔とか言っちゃいました、はい言っちゃいました、ヨッシーの真似、ヨッシーってどんな感じだっけ、ヨッシーだってさ、アニメのさ、なんか真似するとき大体この声なんだけど、高い声、多分全然似てない、開きしないように、朝桜見る、え、朝桜っていうのあるの、夜桜とかしか聞いたことないけど、朝桜っていうのがあるの、本当にある、誰だよそれ、よしー、え、似てないこれ、あ、よしーかな、どう似てる、よしー、似てる、よしーって何キャラなの、マリカーキャラ、朝から会えて仕事頑張れる、おー
ね、よかった、なら配信して、朝起きて、いや、こんな時間に、このこんな時間に起きたら大体に二度寝するんですけど、なんか全然二度寝するテンションじゃなくて、乗り物キャラ、いや、どこで出てくるキャラなの、マリカって出てくるキャラだよね。初期はマリオが乗ったりしてたのよ。え、どういうこと？え、マリオ、あの、クリアしていくやつ？あ、ペロンか。ペロン。ペロン。マリオの音好きから、マリオ乗ってたの、え、ファミコン時代、知らんけど私ファミコン一回したことあるんよ。ヨッシーのクッキー、いや、それ語呂がいいけ言いたいだけや。すっぴんですよ、もう寝起きですよ。顔洗ったから大丈夫。スーパーファミコン、おはよう。名前が吉田だとヨッシーって呼ばれがち。あー、確かに名前あるあるじゃんね。吉田、ヨッシー、ヨッシーとかホッシーとかトッシーとかラッシーとか、ラッシーってなんだっけ、ラッシーってなんだっけ、ラッシーは別に人の名前とかじゃなくてそういうものがあるね。キッシーとか、あれ、ネッシー、サッシーとか、コカドとコッシー、やばい、コッシーやばい。集中、サッシー、ラッシーは犬、あ、そう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 、ヨーグルトドリンク、ヨーグルトドリンク、サッシーだ、藤原里奈さん、サッシーだ。もうそしたらね、おいしい、か、うん、貝ココアってね、ないよね、なんか。貝ココアってそんなあれするほど、名前をちょっといじってあれするほど貝ココって呼ばれるか。行ってきます、行ってらっしゃい、ファイト、かいい、なかなか言いづらい、誰も呼ばんでしょ、途中から呼ばんなる、カッシー全部につけるCよ、いや、めっちゃおもろい、カッシーか違い、カイじゃないと、その人カッシーって呼ばれてること多分ね、名前カイじゃない。おはようございます、カッコ、誰も呼ばんけつって、呼びやすいニックネームだったら、カッシーだと柏木さん、確かにゆきりんさんやね。今度言ってみようかな、カッシーさんおはようございますって、いつもはゆきりんさん、あったのね、ゆきりんさんおはようございます、海国川です、挨拶しに来ましたっていう感じじゃない、カッシーさんおはようございますって、やば、
誰って言われちゃうから。初めて言われたんだけどって言いそう。お疲れ様です。アイコジはこっち振り向きもせんやろ。え、悲しい悲しい。今日も朝からシティホテートの曲聴いて。え、いいね。最近さ、メンバーとさ、誰やったかな、なんかさ、ちょっとさ、メンバーと話したんだけどっていう話のさ、入りの意味はさ、私結構こう大人数がいる中でこうポンってさ、割と大きめの声で何々何々よねって言うんですけど、まあ、大体誰かが反応してくれるんよ。で、誰かが反応してくれるんだけど、結構大人数の人に話しかけるけね、まあ、大体反応してくれるのみーちゃんとか、まあ、おきちゃんとか、まあ、みちゅとか、まあ、ゆみことか話しかけ、2期生の子みんな話してくれるけど、誰に話しかけたか分かんなくなっちゃうんだよね。よく話しかけちゃうから。そう、話したのがなんか息をする心って、なんか朝聞いたらめっちゃ爽やかになるめっちゃ爽やかな気持ちで朝迎えれそうよねみたいな、じゃないですか。え、結構私の中でベストオブ朝迎え、あのいい朝迎えるのに、あ、今日頑張ろうってなるいい曲かなと思うんだけど。好きだって言っとるしね。おはよう、おはよう。ねえ、息をする心ベストオブモーニング曲、モーニングソング、朝は日本ベストオブ朝曲。あいや、独り言が大きいいいの、誰かが反応してくれた時点でそれはもう独り言じゃなくなるんだから。イントロのテトテトテト、あ、テト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 、いや、あれをテトテトテトに言うね。トゥトゥルトゥルじゃない。おはよう。おはよう。おはよう。グッモーニング。めちゃくちゃ朝。あ、もう30分経った。じゃあもう出勤の日。7時半に家出るって人もおるんじゃないの。あ、もしかしたらね、車で運転中かもしれない。朝のこのさ、朝の10分ってめちゃめちゃ早くない？5分はもうさ、ヒュンって、朝の10分ってもうめっちゃ早く感じ。いや、私だけかな、なんかあともう5分早く出たらとかさあるじゃん、時々。ただ起きてからの10分ってめちゃくちゃ早くて。あ、ギフト来てありがとう。まだ余裕、絶賛準備中やばいよ、この朝の10分の間の絶賛準備中って送ったそのコメントの時間をめっちゃ早く感じるよ多分。朝から元気ですね、めっちゃ元気よ。これも7時ぐらいから配信してるけど、もうずっと変わってんじゃん。なんだ、25分以内にゴミ出し、めっちゃ早いのにあるのとないのと全然違う。え、そう、10分あるのとないのと全然違う。はよ、明日まで休みどや。いや、休んで、で、なんでこんな早く起きてんの、休みなのに。うん、朝からテンション高い。みんな頑張ってー。おはよう。ちょっとコカに見とれてたらすぐ時間過ぎる。いや、朝のこの時間やばいよ。
ミトレンぐらいの顔がちょうどいい私ぐらい。今日のラッキーフード、今日のラッキーフード、あーいいよ決めた、うどん。ちょっとありがちだけど朝にうどん食べる人おるのかな。そば、あーどうしよう、コロッケ、コロッケにします。コロッケ間違えた、うどんとかそばとか主食を言うもんじゃない、こういうのは。コロッケ、チキン、チキン、チキンとかコロッケとか、あのコンビニの横にあるあったかいやつ。ラッキーフードはヨッシーラッシーとかにしてくれるじゃん。ヨッシー、もうこのヨッシー、やばい。ラッキーフードはアイスボックス、そう、アイス、あのコロッケ食べた後に食べ、あのすっきりしたけど食べたくなるアイスボックス。やばい、そういう振りだったかも、絶対そういう振りだったな。ラッキーフードだもんね、普通ラッキーカラーとか言うよね。ラッキーフードはアイスボックスの振りだったな。やばい、コロッケとか言っちゃったんだけど、あ、この感じであの伺えると思いますけど、頭はそんなシャキッとしてないです。チアガール、肩に猿乗せてるのいやヨッシーだからこれやばい、猿やばい。また CM 作るん、いや違う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 、私が作る、自作じゃなくてしっかりもうコラボ、もう非公式じゃなくてしっかり公式でやらせてもらってます。やばい、今日中学校行くの最後。嘘、待って、3月何日だっけ、27日3月、やばいよ、行ってらっしゃい、ちょっと遅いよね、行ってらっしゃい、でも楽しんで、何、中学校生活が最後じゃなくて春休みに入るから最後ってこと、え、どっちだろう、そのテンションによって、なんかそれによって結構私変わっちゃう、テンション変わっちゃうんだけど、春休み、中学生、中学生は今も学校行ってるって、お仕事の人は頑張って、この人の中学生に負けないで。今日のラッキーボックスはアイスボックス。フレフレ全力。答えは本人しかわからん。何、あ、離任式らしい。離任式だって、悲しいじゃん。母ちゃん、初めまして、初めまして。離任式ってなんかさ、先生がおらんくなるやつやな。なんかことごとく好きだった先生離任していったな、そういうもんか。いや逆に離任していくことを覚えてるだけかな。はよ、こいほー、おはよう、おはこいほー、そういうもんか。ここはね、森永、ここは赤よ、嫌いな先生覚えてらっしゃる、興味ない先生覚えてない、いやそんなことないよ、あるね。いや違う、嫌いな先生とかおらんかったもん、別になんか嫌いな先生とかおらんかったな。
いや、おったね。もうね、おったね。ニューシングルよかった、ありがとう。いや、なんかもうめちゃくちゃ、え、いたかな、木原先生おらんかったわ、ごめん、ほんまにおらんかも、先生 DD やめて、ファンじゃん、ファンみたいな、そういう先生の方が逆に覚えてる。あー、よ、優しくていい先生っていっぱいあるじゃん。嫌いとかあったかな。おはよう。嫌いな先生って何してくるんだろう。嫌がる。いた。もう小学生の頃だけど、なんか漢字ドリルの最高得点をどうしても、漢字ドリルに1時間かけても最高得点をくれない先生がいて、その先生おらんくなった、すぐおらんくなった。いや、私結構めっちゃ時間かけて、めっちゃ綺麗に、もう本当に誰が見ても綺麗に漢字を書いてたんですよ。もう漢字ドリル、漢字ノートみたいな、で花丸になんか very good って書いてある、それぞれ very good がなくていつも good とかだったんです。え、こんなに頑張って漢字ドリルやったのに、マジでくれ、先生はマジで言っとるみたいな感じだった。あ、でもそういうのがね、あれだったかもしれん。そういうのは逆に先生をね、こう絶対こいつにはベリーグッドやらないぞっていう、そのなんか熱をなんかあれだったのかもしれんけど、めちゃくちゃ結構頑張って漢字ドリル、いや、その時なんかさ、漢字ドリル頑張ったらシール1個もらえるとかで、そのね、漢字ドリルシールもらったらなんか表紙にみんなシールをこう貼っていくんよ。で、もう習字習ってる子とかおったけ、こうしゅ、もうそういう子たちはもうその表紙がこう1年間を通して表紙がシールでいっぱいになるんですよ。それを目指してたんですけど、なかなかならんかった。小学校の担任の先生、担任の先生、なんか6年生まで小4でね転校したけど、あ、先生が変わったんじゃなくて私が転校したんだすぐ変わったとか言ったけど、さっき私が転校したんだ。上達見てほしい。今先生どういう気持ちなんかね。あ、はや、うん、離任じゃなかった、転校だった、自分の、自分が離れてった。つばつけてプリント配る先生はやだ。いや、おったよね、おじいちゃん先生。いや、あのね、おじいちゃん先生はね、あのね、マジでいつも龍角散食べててめっちゃ嫌いだったもん、小学生の頃。龍角散がね、先生のことは好きです、その先生めっちゃ好きだったもん、めっちゃおもろいし、おじいちゃんの先生ほどおもろい。え、すごいインパクトでかいね、先生もおったよ中学校の時は。もうめっちゃヒールみたいな先生、ヒール感満載の先生がおった。めっちゃ龍角散食べる、あの、うん、食べるってキャラかな、あんまり食べんか、あんまり苦手、本当に声がカスカスの時しか、まあ、いつもカスカスなんですけど、めっちゃヒール感が強い、なんか悪者感が強い、悪い方がヒッ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 みたいな感じなんですよ。しかもなんか横向いてヒッ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 みたいな笑い方するんですよ。なんか自分が面白いこと言ってなって思ったらヒ
しかもいい面白いことの言い方がすごいなんか何みたいな感じなんですよ。布団が吹っ飛んだみたいなそういう感じなんです。だからそれがねめっちゃ怖かった。社会の先生です。めっちゃ怖かったけどめっちゃ仲良かったからめちゃくちゃ好きでしたよ。めっちゃおじいちゃんだけど。え、めっちゃ、いや私はなんか、いやみんそうめっちゃ怖かったけど可愛かった。なんか面白かった。アイスボックスのやつ見てさらに好きになりました。イエーイ、食べようアイスボックス。今日のラッキーフードはアイスボックス。これ明日も言うわ。毎日アイスボックスがラッキーフードです。駅着くし、またね。行ってらっしゃい。そうよ、もう仕事に行っちゃう人がいっぱいじゃん。みんな仕事でしょ、もうすぐ。そろそろ出勤だって。頑張れ。更新戦。毎日アイスボックス。お母さんって今高校生ですか？いや違う。卒業しました。贅沢なのでもうちょっと大丈夫。なんか WBC のさオンラインお話し会じゃないわ、幕張のお話し会2日間あったけど、その中でね WBC 見たみたいな話をこうよく振られたんだけど、え逆に見た、仕事とかじゃなかったのって言ったら仕事中に見た。いやーなんかおもろかったのはね、なんかね1時間ごとにねトイレに行ってね、あのアマプラで見たっていう人いました。めっちゃおもろかった。もう相当面白すぎて今も覚えてるもんね。おはよう、ぼちぼち仕事行ってらっしゃいませ。頑張って。お仕事が実際運転中。あー音声だけですよね、それね、音声だけですよ。じゃあめちゃくちゃ可愛い顔するわ今から。でも絶対音声だけでダメですよ、絶対運転ですから。あでもこういう煽り良くないから、全然可愛い顔してないから今本当に大丈夫。WBC ラッキーなことに在宅だったので見れた。よかったね。在宅ワーク全然見れるじゃん。わーかわいい。事故です。あ朝日が眩しい。そうみんながねあのあれしてくれたら、実況してくれたら朝日の方に顔を向けています。朝日を浴びるのいいことって言うしね、でも浴びすぎたらねあんまり日差しだから紫外線強そう。朝は大丈夫なのか。オゾン層の破壊進んでるのかな。なんか小学校の時にずっと小学校の時になんかもう何十年後は地球温暖化が進んでどうのこうのっていうあれしたけど、あれ本当だったのかな。いよいよ開幕。そうだよ、やばい。コカのツイートで結果知ったぜです。 WBC え、やばい、ごめんなさいね本当に。おはよう、おはよう、学校遅れるぞ。いやだから学校行ってないって私。もう高校卒業したって。え中学生だと思ってたりする？逆にね、違いますよ。みんな逆に遅れるよ、みんな仕事とか学校とか。頑張れ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。6周年記念コンサート、昼夜プレミア。おお当たったの。おはよう、一緒にツイートして盛り上がってた WBC。 そう仕事中にねツイートの通知音もね聞こえるもん。学校春休みか。いや本当に卒業したって。 JS 小学生
ね、小学生じゃないけど、やばいやばいよ、温野菜のスタッフさんと同じこと言ってるよ。5位6位予想が多いやっちゃろうやですよ。おはよう。春休み期間中、いやいやいや春休み、いやずっとは学校とかじゃないから。私写真パネル決済しないと。お決済してくださいよ。決済してくださいよ。お野菜で小学生料金、え、そうです、小学生料金されがち。温野菜何回か同じところ行っとるんだけど、毎回小学生料金にされます。行く人によるんかな、ばあちゃんと行く系かな。おはようございます。温野菜小学生料金にされる回5回です。パネル決済した？みんな決済大事よ。お話し会の決済も昨日までだったけど、受付が。前髪伸びた、前髪伸びちゃったけどどうする？うん、ちゃんと小学生料金訂正したよ。決済大事。おはようございます。え、今何時？朝？もうまだ朝か。朝は朝か。2期生のなっちゃんと話してて、ショールームイベントなっちゃんが頑張ったらしい、頑張ってたんですけど、頑張ってたらしいんですけど、ショールーム大変でした、大変、年末とか大変でしたよねって、なんか私それよく分かりましたってなっちゃん言ってたんですけど、そう53分、規則正しい生活になったらしくて、身分証明書はマイナンバーカード、そのマイナンバーカードで、え、そう昨日ちょっとね、あのマイナンバーカードをねレッスン上で晒しちゃったんだよね。めちゃくちゃ恥ずかしい自分の写真、高校1年生の時。パネルも話し会も消してから大丈夫、大丈夫、100人乗っても大丈夫。個人番号より顔さらしちゃいました。今決済したって、稲葉物置みんな覚えるよね、あれすごくない？そんなものをCM で作ったのすごくない？ご飯炊けたよやって、あれはじゃ本当にご飯が炊けんとでんやつだっけ。サルでってかお話し会の時にね、ご飯が炊けたやってくださいって言われたことある、言われたことあるってか言われたんですよ。今週ちょっと違ったらしい、不発だったよ、それがトラウマでできん。てか100人乗れる、てか100人乗らんくない？あ、乗ろうとせんくない、乗ることを実行せんくない、乗っても大丈夫なろうけど。すごい、開放、ご飯ですよ。最近は気象ドッキリしてますか？いや、してない、してないよ、ちゃしてないね、したいね、
15歳未満の子供は自分でマイナンバーカードを申請できない。15歳未満じゃないから。今度そういうキックアップ楽しみにしてください。逆にドッキリされることあるかな。私はマジですぐ起きちゃうからね。ご飯ですよは海苔の佃煮。マイナンバーカードは保険証と紐付けしました。え、どういうこと、どういうこと、紐でつける。あ、一緒にしちゃうってことか。え、それでギターカープ出るんですか。楽しみに。おはようございます。おはようございます。解雇カード朝8時前をお知らせします。おはよう。53分だったか、今55分ぐらい。今年も始球式できますように言っていくことが大事。よし、よしじゃないんだけどね。微妙な時間ですよ。お、なんか多分ね、この部屋に飛ばされた人が多い。すごいすごい、誰かの配信が終わって私の部屋に飛ばされた人が多い。おはようございます。もうすぐ8時をお知らせしますよ。一気に初訪問がたくさん表示されています。やばいやばいやばい、私とあなただけの表示がされています。カイココアです。おはようございます。アイスボックスカイココアです。やば、ボキボキ言った。 ST48 のカイココアです。やばい、全然こういう時に出てこん、汗やから。広島県出身、19歳です。てかもう仕事行くじゃないですか皆さん。お、日差しがなくなったね。太陽が動いたんだ。え、そういうことじゃないですか。だから太陽が動いて窓のある部分から動いて、だって1時間配信したらこんなにあれなんだね、変わるんだ。おはようございます。地球は回る、君を乗せて。仕事の人頑張れ、学校の人頑張れ。どっちかというと地球が動いたそうじゃね、だってこういう歌もあるもんね。パンナイフ片手に詰め込んで、父さんがくれた、あ、カラスが遮ってる。熱い思い、君を乗せて TKG 食べよう。卵かけご飯の方や。君を乗せての歌、小学生の時に朝歌ってた。朝歌ってました、小学生の時。先生が毎月変える歌。あとはゆずさんの
あー寝れたかな。また会える日まで、また会える日まで、また会える日まで、また会える日まで。歌です。あと嵐の、嵐さんのモンスター、いや谷野先生が好きだったっけ、朝からですよ、モンスターって歌うんですよ。すごくないですか。うん、あの他の歌詞があんまり出てこない。またあとは何だったかな。あ、AKB さんの365日の紙飛行機も歌ってましたよ。朝の空を見上げて、2番とかの方が好き、2番の歌詞が好きだったよ。そう、朝からモンスター歌ってた。あ、そう、12時を少し過ぎる頃、月明かり草木眠る頃、朝ですよ、朝の回で歌うんですけど。大変、全然夜なの、全然夜の歌なの。2番の歌詞、紙飛行機の2番の歌詞、勇気が元気が出ない、元気が出ないそんな時、時は誰かと話そう。人はねねねねな。すぐそばの優しさに気づかずにいるだけですよ。星はいくつ見えるか、あと何だったかな。これ1ヶ月ごとに曲が変わるんですよ。まんべんなく朝っぽいみんなが歌える歌をまあ選んでくれてたんだけど、その中に、まあ、嵐が好きだけっていう先生の趣味でモンスターが入ってる。他にあるはずなのにね。嵐さんの曲だったらね、もっとみんなで、あ、走り出せとかね、よくある。アーシャンは走り出せ走り出せ明日を迎えに行こう、体育、あの運動会でなんか踊ったかなんかで、家でずっと歌ってる時期あったけど、なんでモンスターを抽出したかわからん。先生相当ファンだったんよ、嵐の。運動会の BGM っぽい、なんか運動会の BGM ってさ、その時流行ったさ曲がさ、あの使われたりするじゃないですか。まるまるもりもりとかあったもん。まるまるもりもりみんな食べるよ、つるつるてかてか、明日も晴れるかな、ジャバジュバジャバジャバ。え、なんでこんなに踊れる、無理。めっちゃ練習したもん、小学生の頃。大きくなったらお空に声が届くかな、いつまででも一緒だよみたいな。はあ、いやあ、はあ、面白い。めっちゃ練習したもん、これ。なんか小学校の時みんなで踊りたくて。やっぱ JS やろ。小学生じゃないけ。やっぱ小学生じゃないけ。おかげで目覚めた。
覚で目覚めました。今ちょっとほこりが出た。あーいや、知ってる世代、小学生の時だったかな。あのドラマの内容は分からんかったけど、ドラマ見てた。それが最後に踊るのが楽しくて。みんなの輝き、俺たちの誇り。いや、そっちの誇りじゃなくて、ね、誇りが舞ってる方の誇りです。まるまるもりもりの子たちと同世代ですか。え、そうじゃねえ、同世代じゃねえ。ちょうど、うん、芦田愛菜さん、鈴木福君、福さん、おはよう、こいほー、おはこいほー。もうみんなそろそろ仕事の時間じゃないかい。おはよう。今日は早起きしました。仕事中ですけど、やばい仕事中、おった、お仕事中、あ、押しか、押してる、押してる、お仕事中、おった、ありがとう。今日はたまたま休みですか。私もそろそろ準備しなきゃ。全然そろそろじゃないけど、もうちょっと時間ある。二度目するために早起きした。違うんよ、9時にねタイマーセットしたんよ。でも起きたんよ。いつもはもっと寝てる、いつもはもっと寝てる、二度寝してる。いつもちゃんと7時にはね、なんか7時とか6時50何分前後にね1回目が覚めるんですよ。笑顔ですよ。何時に寝た？え、2時です。アニメ見てて。なのに起きてた。多分今日夜眠くなっちゃうね。毎日朝配信してほしい、ほんまに。めちゃくちゃ不細工な日があっても。何のアニメ見てる？え、ブルーロックってちょっとメンバーに勧められて、最初は全然乗り気じゃなかったんですけど見始めました。面白かったです。サッカーの作品。そう、わかる。そろそろ仕事場つくだって。いや、だってもう8時ぐらいでしょ。8時でしょ、8時。みんな頑張って、今日も一日頑張って。ブルーロックハマる、バチラハマる、アイスボックス買っていってらっしゃい。おはようございます。朝の会ならの朝の会。うわっ、朝ごはんはめちゃくちゃ癒しでした。で、嬉しい、ありがとう。おはようございます。お母ちゃん癒されました。本当、何のためにもならん話。じゃあ何のためにもならん話したけど、お仕事前に皆さんを元気づけられたということで、すごっ。今日の一日の仕事、お母さんの雰囲気で癒された。雰囲気、雰囲気、雰囲気で癒された。
朝のミーティング行ってきます。行ってらっしゃい。よかった。じゃあ配信してよかった。ほんまに朝から滑らん話ありがとう。ありがとう。いや私そんな話してない。ちょっと待って待って、ちょっとハードル上がる気やめて。全然してない滑らん話。朝から滑りまくり、朝からもう滑りまくり。今日のラッキーフードは何ですかって言われて、アイスボックスって言わずにコロッケって言ったところが今日のね一番のね滑りです。みんなお仕事前に来てくれてありがとう。頑張って。今日も仕事ファイト、ファイオー。仕事頑張れそうですか今日も。みんな行ってらっしゃい。え、今何時？ちょうど8時ぐらい。今なんかコロンビニでコロッケこんなに、いやあれ買ってください。アイスボックスも頑張れそうですか。頑張れる。さっきまで光の加減で神々しかった。今はもうね全然光が味方してくれない。いやしてる、明るいけどね今。おもう12分だって。じゃもうそろそろライキング読むわね。はい、また朝急に配信するかもしれないね。こんなことこんなことあったらねびっくりするよね。13位、うん、13位。え、これどこ？わ、カズ、ナゴスケ、ナゴミン部屋、ナゴミン。13位ナゴミン。12位モックン。11位ユータマル。10位コバルト、コバルド、コバルト。9位ジョー。8位ノッシー。7位ミヨロ。6位桃と桜。5位スバル。4位ピシュピル、フィリップちゃん。4位フィリップちゃん。3位トミさん。2位ケブピエイチ。1位はマキマキ。ありがとうございます。はい、いやゆるちゃんゆるちゃん。はい、ということで皆さん本日も頑張ってお仕事やら学校やら用事やらお休みもしっかり休んで、では朝から見てくださってありがとうございました。今日は早起きしました。みんなと配信でなんかワイキャーできてよかったです。いい朝を迎えれました。ありがとうございました。バイバーイ、またねー。カイコカーです。